やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジダデギハマーです。現在2024年の3月11日月曜午前2時15分ですね。はい、今日は確か遠山奈央さんの誕生日、32歳になったと思いますね。はい、先ほどですね、異世界でモフモフなでなでの、10話ですね、そして今はるかのレシーブの11話を見終えまして、もっかみから感想あらすじをまとめたということで、ここから休日のもろもろさん10話ですね、ぜひアニメストアで見ていきます。先に軽く自己紹介、自分の本業は大道芸人ギャリパフォーマーです。ナイトスクープに、4回依頼者で、月曜から夜更かし、目覚ましテレビ、生放送、世界丸見えテレビ特捜部などテレビ30本以上出演。2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたけれども、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数が日本一、間違いなく日本一が再生数の低さ、チャンネル登録者数の伸びなさ、もうこれにずっと苦しんでますけども、それでも一日も休まず、動画投稿続けてます。ぜひ応援お願いします。ではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイムで広告が入ります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時消化、もしくは、普通に消費いただいた後にリアクションだけを確認ということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。エンディングからやな。なぜエンディングから？オープニングテーマになってる。急速充電。このエンディングがあれ？あれ？オープニングのタイトル何だっけ？あれ？忘れた。あ、アイス、ちゃうわ。それかなんか特殊エンディングでもあんのかな今回。エモン。あ、ピンクや。バレンタイン。ブルーは極度の方向音痴、響き涼雅です。あれ、ピンクって悪者さんに惚れてたよね、確か。惚れてたというか。魔法少女。あ、エンジェルアニマ。そうやせ。そうやった、魔法少女くん。読んどった、読んどった。
レンタインデー当日。チロル1個。なんという理解者。なんで俺だけこんなんやねんって言わへんのに。理解者や。俺言われ忘れてた。ああ、これ見たらチロル食いたいのね。あの僕ヤバのね、チロル将棋のホワイトデー。いちご味焼き菓子。即決。即決。まあチロル1個に対して何返すねんって話やもんな、これ。2時間も何でもかい。ああおやじレンジやったんかい。あ、ブラック。何歳やね、ブラック。どこだ今の。魔法少女好きもんね。数年後。ブラック何歳ね、ほんまに。
中に。いない。いない。さらに数ヶ月後。空と麦の両親は誰なの？グリーンの、ね、光がね。お母さん、お父さん、どこを言うてけど。あれ。バロムワンみたいな。両親は誰なの？
両親はどこで、どうなったか、それがめちゃくちゃ気になるんやけど。魔法少女がいいもんね。急に？なぜ？これはうまいスルメ。当たってるね。当たってるやろこれ。ええ時だけ、ええ時だけやな。結局ホワイトデーやブルーは何行こうだろうな。ブラック何歳な？ 40 とかか。親の遺伝ではないとか言ってたな。ちょっとそこ後でもう一回聞き直そう。
悪者さんが出てこんかった。あれでも乗ってるな。そうか、ピンクで角真愛さんが。スタッフに魔王さんがいるぞ。まるで魔法みたいに願ったことが叶うとしても、歌詞がわからん。これなんでエンディングとオープニング逆なんやろ。 C パートないよな。あ、悪者さん出てた出てた出てた。魔法少女、魔法少女ちゃんって言ったっけ、何だっけ、魔法少女くんって言ったか。あそこやな。ゆっくりと歩き、あ、UFO か。トレーラーやね。急増のさんトレーラー。シュレディンガー。あ、あ、魚のせい。え、2回目？ちょっと今回のあらすじは、ピンクからバレンタインのチョコをもらい、ホワイトデーのお返しをみんなで買いに行くレンジャーたち。しかしブルーだけは悩みすぎてなかなかピンクへのお返しを決められない。悶々とするブルーは自分がレンジャーになった日のことを思い出す。ブラックに導かれレンジャーとしての共同生活が始まった頃、幼いピンクと出会い、喧嘩しながらもレンジャーとしての信頼関係が生まれてきた頃、双子の赤ちゃんが新たなレンジャーとしてやってくる。それレンジャーの基準って何、基準とか何なのね、ちょっとよう分からなかったけどまあまずは、バレンタインに、ピンクが、ブルーにだけあのチロル1個で、あとはまあみんなにねちゃんと箱のやつを買っていったと。そこであの魔法少女エンジェルアニマねの、チョコを見てテンション上がるのが可愛かったね。でしかもそこであのね悪者さんから魔法少女くんって言われて、ああ何話やったっけあれ、何話やったかなあれ、5話ぐらいかな。そうやね、5話が魔法少女は苦悩するやもんね。ここでどこやったっけ、あそうやね、うん、大事なものはなくさないように気をつけたまえ魔法少女くん。なんかこれなんか杖かなんかなくしたかな。まあまあまあええか。うん、やっぱまあ悪者さんのことは当然気になってるわな。まあまあそして、バレンタインからあっという間にホワイトデーになったけどね。で、結局ブルーだけが何買うか決められず、そのまま話終わったけれども、そこから、あそこからがもう そのまま回想いったっけな。何まずブルーはなんか悩んだりすると、腹が痛くなると、胃痛やね。で、なんか弟の手を握りしめていた。なんか親父が亡くなったって言ったか。で、親父がレンジャーやった。で、ブラックが現れて、なんかそのレンジャーの力は遺伝ではなくて、なんて言ったっけな、ちょっともう覚えてないけども。どっちもブルーが、レンジャーのブルーになることになったわけよね。そして、幼いピンクと出会った。で、さらには、麦と空が生まれ、これちょっと両親がどうなったのかが全く分からへんから、そこ気にならないけどな。で、みんなで育てていこうぜという話になり、そんな中で、
外の世界では友達を、作った方がいいかなんかっていうのをブラックに言われたけれども、まあまあだから特殊な組織の中にいるから俺たちは、そういった意味では何て言ったっけな、複雑な仲間かな、なんかそんなこと言ったかな。でピンクは友達じゃないってブルーに言い放ったっけな。で、ある日麦と空の面倒見ようと思ったらいなくなってたと。で麦と空はいない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 とね、お父さんとお母さんがいないいないいないと。で、2人で捜索してる中で、ピンクが、これだ友達じゃないとか言って、謝ったっけ、謝ったかごめんって、でも今から友達になってあげてもいいわよって言ったけれども、いやいやお前は妹にしか見えへんからということだったね。は妹みたいなやつだけど。でそっからまあ麦と空は、なんと合体して変身し、変身して合体したんか。でいないいないいないって確か言ってんのを聞いて、まあ、2人の両親はいないけど私たちが、お姉ちゃんお兄ちゃんになってあげるわよという言葉をまあかけてあげたと。まあこれで安心した、グリーンはグリーンやね、まあ元に戻った。だけどブルーにピンクはそれをいじられることになると。まあそういう過去があってから、まあまあレッドは結局どうやって出てきたのかよくわからなかったけど、まあ都合のいい時だけこうちょっとお兄ちゃんお兄ちゃんって呼ばれてる、まあそんな感じになったんかな。で、最後レッドが4人は兄弟やったのみたいなね、ちょっと天然を炸裂させた。まあアホというかなんというかね、方向音痴やしね。うん、まあ、まあまさかね悪者さんが全く出てこへんまま終わるとは思わなかったし、このエンディングと、オープニングが逆転してたのはどういう理由なんやろ、それちょっと考えたいな。なんやろな、悪者さんが一切、まあ、まあ一切出てきてないと言っても今回過言ではないから、なんで逆やったんかな。なんかこういう意図を知った時に絶対おもろいんでね、まあちょっとアホには思いつきませんでした。なんだろう、はい、まあまあこの辺にしておきます。はい、以上休日の丸山さん10話でした。よかったらチャンネル登録、高評価また応援コメントなどよろしくお願いします。ここから1分ちょいで自己紹介するんで興味のある方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしますが、現在コロナの影響で約4年1ヶ月仕事が全くない状態。貯金と節約生活でなんとか生き延びてますが、だいぶ貯金も減ってきましたんでね、なくなったらこれです。はい、そんな自分の本業も知ってぜひ応援をしていただきたいということで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。そして、深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っております。ぜひ見てください。アニメのリアクションその他もろもろスタートして、今日で1446日目。長いですね。ただこのチャンネルはもっと長い。2009年の4月25日から、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしてますが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクション動画、自ら出て削除させられております。そんな地獄を乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように、ほんまに再生数もチャンネル登録も全く伸びず、マジでしんどい、やめたい、ずっと言ってますけども、それでもね、気合と根性だけでやればできる、諦めない、伝えたいと思って、一日も休まず動画投稿を続けてますんで、ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアク職人こと、マジアドキンハマーでした。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それでは、失礼します。